の嵐の相葉君も来たことから有名なしげつ催眠スタンドに来てます。今日はハメハメ肌用のって休日ということでこんなにも混んでます。で、嵐の相葉くんが座ってた子はこのカウンター席の左から2番目ですね、なります。ちょっと映します。で今お客さんがいたところですね、そこに座ってます。今からね、あの嵐の相葉くんが頼んだって言われるタイミングと、ハンバーガーとお肉のスティックを頼んで食べようと思います。ぜひ紹介していきますので楽しみにしてみてください。はい、はい、じゃあ相葉くんのタイミングが来ます。こんな感じ、ちょっとうどんみたい、沖縄そばみたいな感じで食べてみます。おいしい、スープもうおいしいです。このピーティキね、あの相葉くんが食べてね、食べてみます。おいしい、ハンバーガーも食べてみます。おいしい。お客さんどうですかね、お客さんどうですか。美味しい、美味しいです。アロハ。